あ、こんにちは。ちょ、怖いな。僕初めてなんでわかんないんですけど、なんかここにお店はパンは売ってるんですか？ガムシだよ。パンは売ってるんですか？ガムシだよ。お前は、チャンネル登録しとけ。どうも皆さん、コロンくんです。今日はですね、こちらのブレッドっていうパンのゲームをやっていきたいなと思います。って言っても前回さ、僕パンになったゲームをやったんだけど、今回はですね、こちらの少年大丈夫、お前腕切れてるけども、どういう状況なんだこいつは。何があって、お前腕がこんな形になってしまったんだよ。もうちょっと合わせるか。でも合わせようとすると顔が見えなくなっちゃうな。これ何、この子が主人公で、なんかパンを買いに行く初めてのお使いをするゲームらしいんだけども、言うてどこにパンがあんのかわかんないな。この少年がお買い物するのかな。ワンちゃんがいるんだけど、めちゃめちゃ可愛い。平面化してる。お前動けないのがかわいそうに。今回ね、こちらのゲームをやっていきたいなと思います。よろしくお願いします。さあ、まあいろいろあたりを見渡していきたいんだけれども、全部なんか絵が雑なんで、雑っていうよりか平面なんだよな。クッションもあって、みんな平面じゃん。どこ行けばいい。こっちの扉かな。扉には入れないっぽいね。ガタガタ歩き方よこれ。パフパフ言ってるし、この小学生なのかな、幼稚園生、初めてのお使いって言ってるからね。僕いくつに初めてのお使いやったかな。小学校1年ぐらいにお使い一人で行った気がするわ、ね、コンビニに行った、お買い物してたね。お母さんが隠れて背後からついてったけど、そんな印象がありますお買い物は。そんなね、僕のどうでもいい話は置いといて、 No to us とゴーストア、なんか買い物に行ってくれ。お、ま、マミーって書いてあるけど、お母さんとお父さんどっか行っちゃった。あ、びっくりしたな。なんか見てんだけど、何この子。お母さんお父さん、僕のお母さんもこんな感じで見てたからな、背後から。大丈夫かな、うちの子みたいな感じで。そういうことなのかね、これお母さん。あ、これ絵が書いてあるわ。お母さんではなかったな。あ、でも髪型が後ろについてるから、ワンちゃんこれはお母さんなのかな、お父さんかどっちかわかんないけど、ワンちゃんもいるね。ファミリーって書いてある。お父さんの絵は一向に見当たらないから、ちょっと黒歴史かな、あんま触れちゃいけないところなのかね。っていうことで、まあ、どんどん進んでいきたいんですよ。どこ行けばいい。トゥーストア、ここかな、ここ。あ、出るな。あ、出れた。お、これは行ってらっしゃいって迎えてる。僕の家がここか。あ、びっくりしたなお前。いろんなキャラクターがいますね。こっちには行けなさそう。お山さんがある。可愛らしいな。だいたい何歳ぐらいの対象のゲームなんだろう。ランニングしてるおじさんもいるね。おー、町の人愉快やな。おか、誰かな、親戚のおばちゃんかな。あ、ここにも行けるところあるじゃん。なんか入れないの。入れないんかお前、こんな扉やっといて。こっちにも行けるね。いろんなキャラクター出てるけど、ユニークすぎない。お前パンあるじゃん、ここに。くれよ。こいつのパン奪ってさ、もうね、ゴールしようぜ。そんなわけにはいかないのね。よ、この赤い少年も、いろんなキャラクターがいますね。まあ、ストアに行きますか。すごいね、キャラクターの、キャラが強い。なんだこいつら。顔に顔ついてるし、どういうセンスしてんの君。平面だけども、車も止まってるし、ちゃんと駐輪してる。こいつだけ、今行こうとしてるところなのかな、青い車。中には入れないっぽいね。よ、じゃあストアの中入ってみる。さあ着きましたね。なんだこれ、レジャー。おお、スーパーだ。あ、こんにちは。ちょ、怖いな。僕初めてなんでわかんないんですけど、なんかここにお店はパンは売ってるんですか。ガムシだよ。パンは売ってるんですか。ガムシだよ。お前は、チャンネル登録しとけ。僕のな、 YouTube。 パンはいいや。パン、こいつ聞くよりもチャンネル登録してくれた方が嬉しい。めちゃめちゃみかんあるんだけど、みかんしか置いてなくね。ここまでみかんを主張するスーパーなかなかないけどな。あ、この人たちに聞いてみるか。ね、パン欲しいんだけど、なんかあります、どこにありますか、パン。ね、なんかゲームしてるし、お前家でやれやそれ。なんかお母さんに見つかると怒られるみたいな感じで広場で遊んでんのかな。こいつもスマホいじってんのか、何やってんのかわかんねえし、電話してんの。この少年も、こんにちは。お前開脚してた。シリアル。あ、これホットドッグ、これ買える。あ、違うわ、ブレッド。ん、
リーフィスシークレット、これは違うのかな、ファイルみたいな感じ、勉強の。パン見つからないんだけど、 RO スープ、帽子これ完全に危ないやつだよね。任天堂のマリオの帽子だよな。なんかちょくちょく変なの混じってるけど大丈夫なの。モニックみたいなやつだね。あ、フラスコ、あ、ルービックキューブもある。いっぱいあるね、商品が。この少年もね、 YouTube チャンネル登録してくれましたか？僕のチャンネルね、今絶賛春休み中なんで片っ端から宣伝してくから頼むよ、チャンネル登録しとけよ。じゃあパンなくね？あ、ご飯か。僕はご飯じゃないんだよ。ママにね、パン買ってきてくれっていう風に言われたから買ってくるんだけどさここで寝るな休みたい気持ちもわかるが、家ないのか？注意しろよ店員、何やってんだよ。これ絶対万引きとかしたらすげえ張り付いてた。万引きしたらね、簡単に取れちゃうよな。こんな寝てるやつ注意してないんだから、そういうことよな。どこにあるんだろう。あ、こっちに行けるところあるわ。あった、ブレッドだ。え、何これ、ブレッドソールアウトしてる。めっちゃ人気じゃんパン屋さん、めっちゃ人気なんだけど。これ何ですか？ I guess the store is なんとかブレッド、なんと、まあまあ売り切れたってことかな。あなた何かしなきゃいけないと。バックオフ、ゲットトゥ、なんかここに、あー、なるほどね、こん中入れってこと。行ってみるか。怖っ急にホラーを感じる。入る、やだ。どこ、やばい、なんか地獄に突き落とされた。あ、マグマがある。妖怪がいるんだけど。ウェルカムトゥーヒャックヒックっていうの。あ、フリーブレッド、あ、無料でパン配ってますよっていうところか。初めてのお使いでこんなところ来させられたらトラウマになっちゃうよ僕だったら。マグマこれ落ちたら死ぬのかな。あ、いけないんだ、入れない。あ、エンマ様みたいなのがいる。こんにちは、どうも。おー、じゃあパン取っていいの僕。なんで人差し指だけ塗ってないの色。こういうところ雑だよあなたたち。パン取ってね。よし、あ、いけた。お、もうストアには入れないのかな。あ、入れないっぽい。パンを手にしたけども、よし、取ったとこ、じゃあ帰りましょうか。これはパンと言えるのか。毎回なんか全部トータル的な平均で、下手くそなんだよな。いいんだけどね。まあ、小学生の対象だと思うから、このゲーム。こんな感じで、初めてのお使いは終わってしまうのか。安全についていけましたね。よっしゃ、帰ってきた。お、これは、じゃあどうすればいいのかな。パンを焼く、お前に食わせんの？ママ買ってきたよ。お母さんいないのかな。ママ、どこにいんの？あ、もう、お母さん、食べる？買ってきたよ、ママ。こいつは何なの？じゃあ、張り付いてるやつは不審者？やばいよ、これ。あー、いけた。あ、何？パンをどうすんの？少年、できた？これチン、何も固まったんだけど。あー、できた。おー、え？え？終わり？嘘でしょ？最後、よくわかんない。DJ みたいな、かまして、この悲しい BGM に映ったんだけど。マジかよ。なんかエンディング後とかもあんのかな？グッドフレンドスタジオ。バイバイ。しまったんだけど、終わりじゃん。あ、これ何もできないの？なんかエンディング後とかもない感じ？おい、動かないぞ。本当にこれで終わりでいいの？もうちょっと何かお母さんとかの思い出とかある感じじゃないの？これブレ。ということでね、こんな感じで終わりと。終わってしまいました。まあ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 、まあね。だいたい予想はしてたよ。こんぐらいのゲームだなっていうのは。もうちょっとなんかね、家族の紹介とかあったら面白かった気はするけれども、まあ、これはこれでいいでしょう。可愛いワンちゃんも見れたことだし。まあよかったら、高評価とね、チャンネル登録、面白ければよろしくお願いします。面白くなくてもね、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。腹減ったわ。何食べようかな。米食うわ。はい、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録のやり方は、パソコンの人は右のボタンから、携帯の人はね、概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。
そしてね、ツイッターも毎日更新してるのでフォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。